基準の名詞ですね。今回ここに書いたのは限定用法でかかる名詞なんですが、そうじゃないのもあります。その基準の名詞と分子部分、現在分子か過去分子かね、それの関係性、つまりその名詞とその分子部分がするの関係なのか、されるの関係なのか、その関係性が全てで、する側の関係が成り立っていたら現在分子を使えばいいし、その名詞がされるの関係を作っていたら過去分子に変えてあげればいいです。限定っていうのは余談ですが、A small dog みたいな感じで形容詞の時に使うような言葉なんですが、形容詞の限定用法っていうのは、小さな犬って感じで、この犬にこう就職している感じね、小さな犬、犬にかかってもう終わっちゃってるね、かかって閉じ込められているような感じがするんで限定用法と言います。これと同じ考え方で、分子の部分がある名詞にかかっている、これのことを限定用法と言うんで覚えておいてください。逆にそうじゃないやつを後ほどやる叙述用法と言います。はい、とりあえず置き方ですね。中学時代、これを基本で習ったと思います。後ろから前パターンね。いい。実はこれ、この分子部分の単語数が2語以上の時は後ろから前にかけていました。そしてこれももう聞いたことある人もいると思いますが、この分子部分の単語数が2語以上の時は後ろから前にかけてあげてください。これが一番基本的な限定用法の置き方だと思います。後ろから前パターン、ここの部分、分子部分が1単語のみの時は前から後ろにかけます。まあ、ただしこの前にね、あとかざとかディスとかね、そういう、監視だったり所有格みたいなものは除いてください。それ以外のところで分子部分が1単語だったら前から後ろにつなごうとする、つまり単語数によって分けろってことです。はい、例えばこんな文章ですね。後から詳しく文のつなぎ方喋りますが、 I met a man working in America。 はい、この文章っていうのは、私はアメリカで働いている男に会った、この辺ですね。男が働くの関係性を作っているんで、これは現在分子に変えるんですが、はい、ここの単語数を今喋っています。Working in America っていうのは、3単語でアメリカで働いている男。ここにかかって限定されるから限定用語というんです。下の文章、I met a crying boy yesterday。はい、私は昨日泣いている少年に会った。はい、こういう単語ね、泣いている赤ちゃんとかでも中学時代見たことあると思います。それは、この、あの部分はちょっとカウントしにといてね。ここをカウントして2単語だからとか言われたらちょっとできなくなっちゃうんで、この分子部分がもう1単語。つまりこの分子の目的語とかね、なんかがついてない状態で、ただ泣いているって言ってるだけ。ここが1単語だから、a boy crying って後ろから前にかけるんじゃなくて、crying boy、泣いている少年って感じで前から後ろにかけてあげる。はい、じゃあこの問題の解説を始めたいと思います。これはもうすべての単語がバラバラにされた並び替え問題なんで、まあどれから手をつけていいかちょっとわかんないかもしれません。主語になりそうなやつもいろいろあるし、まあ動詞もね、is があるし、まあ ing 系がどっかで使うやつもありますね。もしかしたら is talking って思うかもしれん。まあいろいろありますが、その時に日本語訳は与えられている問題だと思ってください。これもなかったらもうちょい難易度上がっちゃうんですが、日本語訳で手に花を持っている男性に話しかけている女性は誰ですかっていうちょっと長い文があるわけ。ちょっとこれいろいろ長いなと、どっから手をつけてみよう、手に花を持っているだから多分フラワーとかはウィズと一緒につなげるんだろうなとかね、まあ断片的にやってもいいんですが、まず根本的にこれは英語なんで、一番言いたい部分は何なのか、つまり何がどうするとかね、何が何をどうするとか、何が何だとかね、そういう一番メインの部分ってのは何だっていうふうにこれを探すと、いろいろ長ったらしいことを言ってますが、結論は、はい、女性は誰ですかって言ってるだけなんです。いろいろ頭ですごい就職してますが、根本的に言いたいことは、女性は誰ですか、これの上側がメイン、この文の根幹に当たる部分で、はい、この部分ってのはサブです。あくまでもおまけ的にこのメインの部分にこうくっついて修飾されるだけの存在だと思ってください。だから女性は誰ですかっていう文章をまず作れば半分勝ったみたいなもんです。さらに言うと、この女性、
この女性っていう部分に対してこのサブの部分は全てかかっているイメージを持ってください。特に英語はこういう長く修飾されるのは後ろから前にかければいいっていうのが多いんで、今回も女性っていう単語に対してこれは修飾される側だと思ってください。じゃあ話戻すけど、女性は誰ですかって、まあここのやつを使いながら言おうとすると非常にシンプルですね。Who is the woman?、ね、はい、この Who is the woman? 女性は誰ですかってまず言い始めた。そしたらこの女性に対して手に花を持っている男性に話しかけている女性って感じで、こっからなんかうまいこと修飾してあげればいい。時には前置詞かもしれんし、時には関係代名詞かもしれん。でもこんな感じで関係代名詞に当たる部分、まあ Who ってやつはもう使っちゃったからね、まあこれは関係代名詞じゃないなって判断すると、まあ ING 系の現在分詞が見えるよね。 Talking ってやつはここで話しかけている女性って感じで、なんか現在分詞でつなげそうなイメージが湧きます。ちなみに話しかけるってのは Talk to で何々に話しかける。はい、つまりここで後ろからさっきの動画みたいに長い分子部分をほにゃららしている女性って現在分子的につなげれば今回の文章は OK です。はい、こんな感じで残りをつないでみました。 Who is a woman talking to a man with a flower in his hand? まあこの辺で with a flower とか in his hand って部分はこの辺まで組み立てた後のおまけで作ればそんなに迷うことはないかなと思います。大事なのは何度も言いますが、これでどういう道筋組み立てを最初に思いつこうかなっていう時に根本の部分を抜き出そうとしてください。今回は誰は何だっていうその部分ですね。時には目的があるかもしれんよ。誰が何をどうする、その辺の部分がメインかもしれんけど、とにかくこのメインの部分を見つけ出して、まあ先に書いちゃう。時には先行詞みたいな感じで頭でね、もう修飾することもありますが、今回みたいに先に書いて後ろでバーッと流ったらしく修飾する。このパターンは案外やりやすいんで、こういう長い日本語でも根幹部分は何なのかっていうのを見る癖をつけてください。はい、じゃあ今日の解説は以上です。